アウェイの札幌ボールでゲームが始まりました。右にエンド、えんじのシャツがホームの鹿島アントラーズ。さあ水沼さん、改めてですけれどもゲームの中身どのあたりを注目してご覧になっていきますか。まあやっぱり鹿島の立ち上がりだと思いますね、はい、その立ち上がりいきなり裏にボールが出てエベラウド切り返して左へシュート、キーパーそのセカンドボールですがまだ行く、ファーラノ、うん、先に点を取ると相当気持ち的には楽になると思うんですよね、うん、鹿島は、うん、もう全て先に取られてますからね。そうですね、はい、まず一つ犬飼からいい縦パスが入りましたね。そうですね、まあ、早く攻めるということも見せとかないとボールに、ね、こう回すことにこだわりすぎると、はい、そこで引っ掛けフリーキック遠いか狙っていく、あの距離から狙っていきましたエベラウドです。まあ、武器みたいですね、うん、エベラウドは、はい、裏狙っています。鈴木武蔵へというボールになる。面白い、続いてどうかな、ゴールイン先制、北海道コンサドーレ札幌です。また取りました鈴木武蔵、これで今季公式戦4戦連発。手が判断迷いましたかね、うん、まあ、全体的にラインが高いので今ボールを出したところにはプレッシャーに行ってないと簡単にタイミングを合わせて出せられますよね、はい、まあ、その辺はアントラーズはちょっと注意してなかったかもしれないですね。ファーラーノからもう一度、ここに広瀬走ってます。広瀬仕掛けてグラウンダーのボール、うん、宮沢の対応でセカンドボール拾っていく、トラップをしながらシュートに行きました。ファーラーノです。J からつながった、そしてチャナティップダイレクトで右サイド、白井を使う、中には鈴木武蔵、 J も行く、早いタイミングでクロス、鈴木武蔵ヘッド、枠の右、白井から鈴木武蔵というチャナティップ、そしてアラの前に運んでシュートだ、うん、強烈でしたが正面でした。逆サイドで染野が手を挙げている、エベラウドマイナスのボール、さあファーラーのシュート、ゴールキックです。バイタル開きましたね、札幌としては、はい、後半はホームの鹿島のボールでスタートです。左にエンド、えんじのシャツがホームの鹿島アントラーズ、そして右から左へと攻めていきます白いシャツが札幌ということになります。ただ小前の右に避けないよ、避けない、出ないよ、出ないよ、長戸狙う、落ちきませんでした。泉もう繋がった、レオシルバー左に流れていますエベラウド、そちらを使っていく、中で手を挙げているのは染野、エベラウドカットインをしてシュートだー、おーパスト、前向きでプレーできますもんね、うん、違うのかな、あ、やっぱそうですね、水沼さんの予想通り白井でしたね、はい、19と入れようとして10って入っちゃった感じですかね。そして新野からスペースにボールが出て、ここに菅が走る、菅前に運ぶ、さあ中小前走っている、持っていって自分で行くか、シュートだ、キーパー、中金子も走ってましたけれどもシュートを選択、セーブになるんじゃないですかね。お、そして裏を狙っていきますが、入れ替わった、笛は鳴っていない、シュート、ナイスキーパー、おっと、ゴールラインを割っていてコーナーという形になります。から長戸でしたね、桜セカンド準備しとけ、しっかり、さすがの菅野じゃないですか、うん、はい、さっきのミドル打たれた時の前テロ、セカンドところはより重要かなとは思いますけどね。長木からのハイボール、下から中、バーの上でした、ファーラーの彼のところにはチャンス来ますね、落とし、そして広瀬、ここで、あ、奪った、引っ張っている、アドバンテージだ、小前がそのまま行く、小前カットインして逆サイド狙った、さあルカス・フェルナンデスカットイン、まだ入っていく、そしてどうかな、シュート、ゴールイン、仕上げの得点になりました、北海道コンサドーレ札幌、アディショナルタイムの追加点です。まあここの小前ですね、まずは、まあ、福森が縦を切ってスピードダウンさせて、うん、まあ、それを後ろから帰ってきたね小前が戻りながらボールを奪う、はい、で精度の高いパスを出して最終的にはまあ、ルカス・フェルナンデスが落ち着いてましたね、うん、ハイボール、
このセカンド拾って遠目から狙っていく、犬飼のシュートですがしっかりとキャッチをします杉野です。そしてファーラーノ、ブロック福森、そしてここで長い笛が吹かれました。今まで勝てなかったこの鬼門県立鹿島サッカースタジアムで